大人気コーナー、ヨシキの練習前のご飯は何？初めてだけど。まあちょっと今日なんですけども、練習がこれからだいぶきついのがあるんで、その前にご飯を食べていこう。まあ何食べてんのって結構ね、多いからね、コメントなんで。うん、コメントで、半年に一回。それお前結構来るんでって言っちゃったの今。恥ずかしい。腹ごしらえということで、僕の大好きな麻婆豆腐屋さんの麻婆豆腐です。おぉ。麻婆豆腐とサプリ、何飲んでんのって気になると思うんですけど、ビタミン、しっかり取ってますと、エビオス塩総合ビタミン薬みたいな。まあこれはあれですね、フルマラソンでよく足つる絵を皆さんお届けしたと思うんですけど、今の言い方完全に届けに行ってるじゃん。届けちゃったんだよね。でご飯食べて、なるほど、だいたい3、4時間空けて胃袋を整った状態で練習に行く。いただきます。はい、実は僕初めてです。いただきます。食べるやつは美味しいんで。ありがとう。辛いのが苦手な人は辛いかもしれない。いただきます。ひき肉がでかいんです。ネギがいいアクセント出すんですよ。あ、出してんだ。もう汗だくじゃん。顔悪化。そんぐらい辛いよね。辛いの苦手なんだよね。苦手っていうか好んで食べないから。ダッシュで行こうぜ。よし、よし、2キロ走ったね。逃げました。代々木までね、ちょ駅から遠くてね。今日の練習なんですけど、はい、2004本3分15から3分20のペースでみんなで行くと。はい、そうですね、今までの俺だったらちょっと構える練習なんですけど、結構仕上がってきてるんで、このぐらいはできて当然でしょっていう感じで終われれば。周平さんもケンチャン連で今日やるんですけど、ケンチャン連の雰囲気をちょっと感じて。ありがとうございます。みんなガチやから自分の設定守って。そうですね、頑張ってください。よし、よし。1セット目の 1000m 混ざってきました。ペースが3分20って言ってたんで、いけるかなと思って、ヨシキさんのお尻を追っていった結果、ちょっと見えづらいかもしれないけど、3分21でいけた。早くね。しかも結構余裕があったな。多分単純に基礎体力がついてる。やべ、これヨシキさんの練習だって忘れてた。さあ、2セット目ですね。はい、ファイト、ファイト。いや、これが早いんだよ、マジで。マジで早い。翌戦まで行けたわ、俺。マジでダントツで早い、この集団が。すべてのランナーを置き去りにしていくんだよ。まあ、その集団に 1000m まで待っていただいたのはすごく光栄です。みんなはこれを8倍いってるわけだからな。他のランナーもいるので気をつけながら追っていきたいと思います。ファイト。右に曲がるときと左に曲がるときね、声に出すと大変なので、ウインカーのようにね、手で合図するときもありますね。やっぱ俺短距離選手だからね、残り200とか300って聞こえるとちょっと楽になる。ヨシさんがその1セット目の最初の 1000m 僕のためにこうペースさせてくださったんですけど、その時丁寧に教えてくれて、とても助かりました。残り300って言われた時は本当に楽でしたね。代表のケンさんをはじめね、今日も三塚ちゃんとヘンミ君、いろんな方々来てます。昨日練習で250やったんだけど、それより全然楽。昨日の250は飛んだな。先に上がってるか後に上がってるか分かんないけど、みんなで見てほしいな。いやでもね、代々木公園ね、結構下りが多く感じまして、とても走りやすかったです。暴走族のように3分20で爆走するこの集団。しかも見てください、この全員白。すいません、ファイト。321、ナイスペース、大丈夫そう、問題なさそうです。2セット終了。次が一番頑張んのかない。3セット目、うん、しかし3分20セット通り。次きついね。頑張れ。 300m 直つなぎでやってるそうです。いやきついな、これ本当に。みんな強い。皆さん強いけど、はい、どうしたの、どう。いや、なんか仕上がってるから、うん、もうちょい楽な感覚で今日は降りたかったんだけど、あ、なんか意外にきっちりなの。全部コンプリートしたのと、はい、ラストの 1000m は3分10で上がったんで、はい、ドゥーン、ここは全部ドゥーン。6分40、6分38、6分39、6分37かな。最初の1000がだいたい1000。
あ、俺ね、死んでるかもしれない。死んでるのか。じゃあ納得。全部3分25から3分20で最初の1キロ入って、最後は3分20切り全部っていう感じで、リカバリーも2分ちょっと、300ジョグで今までにはないぐらい練習できてるから、しっかりこのスピード練と距離走をこなしていけば目標は達成できるんじゃないかと。はい、お疲れ様でした。感じですね、ありがとう。周平もなんか今日、いつもケンちゃんね俺だけなんだけど、今日周平いたからいいとこ見せたらと思ってちょっと気合入って気合入った。いや俺も負けてらんねえと思って、3分20に気づいた、ね、うん、すごい早いよね。ノーカーボンだよ。そうだよ、みんなノーカーボンだよ。ジョグシューだからね。ジョグシューでいたからね。シューヘアは普通の。そう、余裕ですから。だから上げようと思ったら全然上げて、めっちゃ上げれる。3分15は出る。いや、もっといける。まだまだいける。カーボン履いてちょっと自己ベスト狙おう。狙おうかなって今日思っちゃった。じゃあ最後はみんなで写真撮って、はい、温泉入って、はい、終わります。終わりましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。いやー、今このビデオカメラで回ってるのが奇跡です。よかった、ね。ちょっと僕が現場に忘れてきちゃって、ヘミ君が見つけてくれました。よかったね。いや、マジでごめん。本当にごめん。これさ、うん、今まで見つかなかったらさ、うん、今日撮ったこの、麻婆丼からの中で全部なかった。全部なかった。やばー、マジ、うん、他にも結構、大事なデータがいくつかあったんで助かりました、マジで。もうこれに免じてね、今度から挨拶とかカットしないように。あ、もう今やった方がいいよ確かに今やった方がいい。言ってしまった